迷ったらヤドキングに聞けということわざができるほど、ヤドキングは頭のいいポケモンとされています。今日もヤドキングのもとに一人の少年が相談をしに来ました。ヤドキングさん、実は僕好きな女の子がいるんですけど、どうやったら仲良くなれると思いますか？ググレア。え？ググレア。いや大きいぞ、それは本当に大きい。マジでゴミなんだけど、このポケモン。ポケモン世界にはことわざでね、困ったらヤドキングに消えっていうことわざがあるくらい、まあ、頭がいいとされているヤドキング、こちらをね、ランクで使っていこうと思います。これ相手ガルドとかから来るなら逆にさ、ガルド、けどどうだろうな、シャドボーを耐えるかわかんないけど、これ、シャドボーとかを起点にしてヤドキング出して、でギャラとかが来るときついし、ゴリラも対策できるんで、これ、ウラナットレ入れて、あと一匹どうしようかな、悩ましいけどな、これロトムとかがいいかな、こんな感じでいきますか。ちょっと受け寄りな感じで、なるんですけど、こんな感じでいきましょうか。なんですよね、冒頭言ったみたいな感じでヤドキングってすごい頭がいいポケモンらしくて、この間ねアニポケとかにも出てて、新しいアニポケにね出てて、まあ、それでね見たらめっちゃ可愛くて使いたくなって使ってるんですけど、あ、ここあれだな、珍しいところだな。今回ヤドキングに関しては相手ヒン、あ、ロトムから来んのか。今回ヤドキングに関しては、CD ブリスね。これ多分このターン悪だくんでくると思うんですよね。なんで、どうしよっかな。引いてもいいんですけど、一旦熱湯とか打って、まあ、ワンチャンあれにできれば、火傷状態にできれば、美味しいかなくらいでこれやっていきましょうか。トリル打ってもよかったですね。トリル打てば、まあ、こっちが、ヒートロトムとかに引いて、みたいな感じでできたんで、あ、まあ、それでもよかったですけど、割かしか、食らうんですけど、そう、ヤドキングね、まあ、どんな感じのポケモンかっていうと、ヤドランが結構さ、強いって感じじゃないですか。ヤドラン結構強いんですけど、ヤドランの影にね、隠れちゃってるポケモンではあるんですけど、どうしようかな、これ一旦トリルつけ、ヤドキングすげえ特攻高いから、相手が2段階上げたといえ、あ、ライジングボルトはきついな。しかし耐えるんですね、これが。しかもこれで弱点保険こっち発動することによって超火力パワーアップする。けどな、一旦引きたい気持ちもあるよね。これトリルであれできるんですけど。いや、まあ、この体力からなら落とせるか。さっきあのダメージだったんで、これは、上から、このロトムちゃんを落とせることに期待していいんじゃないかと。半分くらい削れたよね。ってことは2段階上昇してるってことは、まあ、その倍くらい削れるっていうことになるんで、これは上からネットを打ってロトムを落としていきましょう。ヤドラはね、物理防御の高い感じの数値してるんですけど、ヤドキングに関してはね、特防が高いんですよね。ヤドランとヤドキングの、まあ、防御と特防が逆になった、まあ、ステータスしてるんですけど、けどね、まあ、ゴーストとか悪とかが弱点なんですよね、エスパータイプなんで。だから今の環境って、やっぱりそのミミッキュとか、あとドラパルトとかが多いじゃないですか。なんでね、まあ、そういうことを考えると結構、まあ、きついところはあるのかなとかって思ってて、って考えると、一撃の方のウーラオスっているじゃないですか。あの一撃の方のウーラオスって、まあ悪格闘なんで、あ、ここはまあしっかり引っ込めてきて、ガルド出てくる。これ前、あれだぞ。やけど引けたらマジで美味しいぞ。なんでね、一撃の方ウーラオスとかと結構相性良かったりするんじゃないかなって思ってるんですけど、あー、引けねえか。いや、これね、まあ多分種族史的には向こうの方が遅いと思うんですけど、まあ十中八九あれ打たれるんで、鍵打ち打たれるんで、これは一旦引きますわ。引くとしてどこに引くかだけど、まあ一旦ナットに引くか、いや、ナットに引いたところでしょうがないか、これごめん。これね、普通にあれですわ。ロトムに引くべきだったところではあるが、一旦ここナットレーに引きつつ、あ、禁止するんだ。なんでだろう、そこの禁止。あ、これ一旦畑落としましょうか。これ禁止はまあ、もう一回される気はするんですけど、あ、そうだよね。これ禁止されるが、まあまあまあいいんじゃないかな、これは。とりあえず、ここの禁止は食らっておきつつ、そうだよね。ってなったら、一旦、まあ、効かないの承知の上で宿り木とか打った方が良かったかもしれない。で、今回の宿キング、特性が再生力になってるんで、後ろに引いたことで、ほら、わかる ?HP がね、3分の1とか回復してるんですよね。これがなかなか強いと。で、ここはまあ、一旦畑落とすしときましょうか。ガルドなんだろうな、弱点保険とかな気はするけど、これ A 落とされてるのが何気きつかったりはするんですけど、けどまあまあ相手に対していい感じに圧はかかってるんじゃないかなと。とで、アニポケつながりなんですけど、最近自分ね、XI のね、アニポケをよく見てるんですよ。セレナが結構好きなんですよ、自分。なんで、まあ、セレナを見るためだけに XI 見てるんですけど、序盤の方は見てたんですけどね、セレナ。なんですけど、後半全然見てなくて、あー、これは何を畑落とした。弱点保険だな、貴様。いやけど、どうだろうな。ちょっとこれはまずいかもしんないな。どう、なら、
もう一旦引いてからもう一回こいつを出した方が良かったりしたかもしれないけど、シャドウボウ打ってくるだったらね、あいつを出し強えな、あいつを出しにくいんですよね。ヤドラン出しにくいんで、もうこれナット切ってもいいかな。正直言うてもそんなに刺さってないし、ここ相手影打ち打ってくる、あーまあシャドウボウか、打ってくるんでって言おうとしたが、ここはしっかりシャドウボウ打たれて、影打ちないのかな、どうかわかんないけど、まあけどここわざわざ影打ち打つ必要もないか。ダメだな、ダメ消したけど、ヤドキングこれダイマックスしても耐えないんで、ここは一旦ロトム出して、んでまあ安全なのはダイマックスするのがいいかな、あんまり食らいたかないんで、これダイマックスしましょうか。あーそうだな、ダイマダイバーンとかでいいんじゃないですかね。ヤドキングにダイマしたい気持ちもなきにしもあらずですけど、あんまダイマしたくなかったんですけどね、この場面で。なんですけどまあとりあえずここはダイマしつつ、いや完全けどあれだな、あの圧はかけれてるけど、ナットでもうちょっと仕事できたらよかったっすけどね。ここロトムでダイマックスしていきつつ、なんでねちょっとね、けど今回なんでウーラオス一撃持ってきてないかっていうと、まあ普通に一撃の方のウーラオス持ってないんですよ。あ待って、これそうあのごめんプレミした、ここはそうなんだよね、あのキングシールドしてくるだろうから、ここは待った方が良かったかもしれないけど、けどそうだよね、キングシールドしなかった時のことを考えるとちょっと怖かったっていうのもまあなきにしもあらずだけど、まあけどどちらにせよ、あーまあ落とせたからいいや、うん、結果オーライです。オッケーオッケーで、まあスピンロトムまで倒せるのはしっかり分かってるんで、残り1匹って感じですね。あここスピンロトも出してくる、多分ダイマしないよな、わかんないけど、なかなか、いやこれな、弱点保険がしっかりと発動したヤドランで、ヤドランじゃねえ、ヤドキングでロトムを殴れればね、すげえ美味しかったんですけど、あまあここでダイマ切ってくれるのは嬉しいかな。ここ多分ダイウォールしてくるか、これの次のターンとかでダイウォールしてくるかだとは思うんですけど、どうだろうな。これダイマックススピンロトムーンをしつつ、そうなんだよな、スピンロトムな、舐めてるとすげえあれだからな、サンタでされかねないからな、しっかりと、スピンロトムは対処していきたいところであるが、はい、ダイウォール打ってきて、どうだろうな、まあ、できるだけロトムでこのスピンロトムを処理しておきたいところではあるが、もう一旦とりあえずロトム倒す、殴って、で、その後ヤドキングとかに引いても全然ありかもしれないですね。これしっかり上から殴られておいて、大ジェットだよな。こいつの大ジェットを、まあ、ヤドキングでどんなもん耐えるかっていう話ですけど、まあ、ちょっとダメ消しつつっていう感じですね。もし耐えれそうであるならば、あんまりロトムを削られたくないんで、まあ、ヤドキングでロトムを受けつつみたいな感じでもいいんじゃないかなって思ったりはしたんですけど、いやまあこれ、殴ればいいかな。殴って倒せるかな。ワンチャン耐えないっていうか、普通に受かりきらない可能性があるんで、受かりきらない可能性っていうか、受かりきらないんで、これは、とりあえずこのまま突っ張りましょうか。あ、ここあれだな。しっかりヤドラン、ヤドラン、もう俺ヤドキングのことヤドランって言っちゃうもうダメだ。ヤドキングヤドランに勝てる。ヤドキング引きのこともケアしつつっていう感じっすよね、ここの場合は。これはしっかりと、交換するのを耐えて、ロトムでロトムを倒していく。あ、その急所はどうだろうな。まあ、なんかちょっと有効っぽい気もするけど、オッケー、これロトム突破しつつ。うわ。ヤドキングの宿敵ゴリランダー来たな。これ、あどうしよっかなっていう感じっすよね。まあこれもヤドキングはもう出せないんで、なんとかここで頑張っていただくしかないんで、オーバーヒート打ちましょうか、ゴリランダー。ドラムアタック打ってきて、これで素早さを下げてくるっていう話で、っていうかまあ若干ドラムアタックの方が火力高いから、いやもう一撃耐えるかなっていう感じですよね。かまど炭治郎っていう感じなんですけど、ロトムのオーバーヒートで落とせるかな、ワンパンで。おっ、じゃあ、ちゃ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 。ああ、ちょっとこれシャドーボール打つけど、ただもうゴリランダー強えよ。だってドラム、ああ、けど、ここどうだろうな。もしこだわってなかったらウッドハンマー打ってくれば終わりだな。いや、頼む、耐えてくれ。耐えろ。お願いします。きたー、ぶねえ。いや、対戦ありがとうございました。最初のガルドと、なんだろうな、ロトムの削りが結構、まあ序盤でいい感じに削れたのは結構でかいんじゃないかなと思ってたりするんですけど、対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。どうしよっかな。これカバカラク早いな、選ぶの。これカバカラク量であればヤドキングとかでいいんですけどね。ただそうだな、いやまあヤドキングから行きましょうか。ヤドキングから行ってゴリラ入れ、いやゴリラいらないか、ロトムとかでいいっすかね。ロトム入れつつ、
あ、ゴリラ入れますわ。こんな感じでいきましょうか。対戦よろしくお願いいたします。そうなんですよね、あくびループされるとどうしても抜けきれないんで、まあ、こんな感じでいきたいというところで、そうなんですよね、結局ヤドキングって、まあ、ヤドランの陰に結構隠れてるポケモンではあるんですけど、だからまあ特防が高いとはいえっていう感じですよね。まあ、だけどまあ、ヤドランもそうだけど、特攻100、特攻100っていう数値はなかなか、いい感じなんじゃないかなとかって思ってて、これをうまく活用していけば、結構強いんじゃないかなとかって思ってたりはするんですけど、ギャラドスから来るか。待って、ギャラドスめちゃめちゃ重いけど、どうしようこれ、ネット打つ、ネット打って、ちょ、火傷を狙いますか。ダイマしてくるのかな、なんかあんまり打点ないから、ダイマしてこなさそうな気もしますけど、いや、ちょっとこれ、ナット持ってくるべきだったな、そう考えたら。いや、そうだね。ゴリラの部分をナットとかにするべきだったかもしれない、これ。あー、電磁波巻いてくる分には、まあいいけどっていう感じだな。いや、良くないな。ここ、結局、まひらされ、おー。トリックルーム打ちますわ。ちょっとごめん。これね、もうさっさとトリックルーム打つべきでしたけど。そうですね。そうですね。そうですね。あー、これ引っ込めてくるか。あ、じゃあこれ、ネット刺される。ちょっと、これ動け。とりあえず、動くところから始まれ。オッケー。動いて、これ、あ、まひらす、いや、大きいぞ。それは本当に大きい。いや、そうだよね。挑発持ってるよね。もし、あ、そうだから、鈍感とかだったら、まあ、かなり良かったんですけど、まあ、これどうしよっかな。もう、切っていいから、トリルももう打てないから、鈍感だったら、だから、威嚇じゃなくて、挑発とかも効かないんで、かなり良かったんですけど、これもヤドキング切った方がいいのかな。うん、そうするわ。ヤドキング切りますわ、これ。ちょっともったいない気もするけど、あ、トンボする。え、ってなったら、あ、どうだろうな、ギャラにしてくるのかわかんないけど、これね、ヤドキングね、そうなんですよ。無視タイプが抜群なんですけど、この無視タイプ抜群の効果によって弱点保険が発動していくと。で、これで裏何来るかわかんないけど、ネットをギャラとかで受けてくんのかなっていう感じはするよね。オッケー、ギャラドス出してくるが、これやけど、まあ、3分の1ぐらい入ってくれれば嬉しいかなっていう感じではあるが、どんなもん入るかな。そしてネットもこれで2回目かな。ね、2回目だから、まあ3分の1ぐらいだったな。やけど引いても、大きい、それは、すごく活躍している。で、このターン多分、もう一回あれしてくると思うんで、挑発してくると思うんで、してこうと思ったらしてこなかった。滝登りはさすがに耐えて、どこー強い、この耐久力。これ一旦ゴリラにするわ。ヤドキング、一回戻せば回復するんで、これは一旦ヤドキング戻しつつ、HP 回収しつつ、で、ここ多分滝登りしてくると思うんですよ。ダイマダイジェットはしてこないとは思うんですけど、どうだろうな。ちょっと怖いところではあるよね。ちょっと、いやけどこれ安全じゃなかったかもしんないですね、もしかしたら。オッケー、挑発は全然いい。で、このターン相手がダイマダイジェットしてくる可能性もあるけど、まあ、一旦ヤドランに引いていいんじゃないですかね。正直、まあもう十二分に仕事してくれたんで、で、カバも、まあいたとしても、あとゴリランダーで処理してくれるんで、これまあダイマスするにしろ、しないにしろ、多分しないと思うんですけどね、さすがに。まあするとしても、裏にキスとかがいて、そっちにダイマするみたいな感じなのかなって思うんですけど、オッケーオッケー、これ電磁波をしっかりと透かしていって、これで、再生力のおかげで手持ちに戻った時に HP が回復するんで、3分の1とかなんとか回復するんで、これでしっかり HP 管理もしていきつつ、ここは最高キネシスを押していくと。 OK、 挑発には乗らない、その挑発には乗りませんといったところで、これ挑発は読み、サイコキネシスを打って普通にギャラドスを殴っていく。ギャラドスを完全に無力化するのマジででかいぞ。これどうだろうな、相手飛行タイプだからグラススライダーの効果を受けないんで、やけどで落ちろ。いやギリだな。まあけど次で落とせるな。これまあどちらにせよ落とせるんで、もし裏に引いてっていうのが大丈夫だった時のために、これは、めっちゃまひるな、今回。いや、まあ、ここは火傷で落ちるんで全然いいっすね。オッケー。ヤドキング超活躍してるでしょ、今んとこ。だ、鬼氷ちょっとまずいかもね、もしかしたら。鬼氷ってなったら、さっさとロトムとかに引いた方がいいかもしんないですね。え、ゴースト技とか持ってんのかな、わかんないけど。いや、一旦突っ張るか、炎技持ってるし。これ一旦突っ張りますわ。まだ挑発の効果が抜けてないんで、あれですけど、はい。普通にだから村っ気でめっちゃ発動させていこうという話だよな。もうちょっと待ってくれ、頼むから。嘘だろ30%。 いやー、今日は文句言えないなー、こっち。いやー、ありがとう、ヤドキング。
とりあえずロトム出して、まあ、場合によっては大魔とかでもいいけど、いや、そこのレードかわせたらな、トリル晴れてめっちゃでかかったんですけど、ゴリランダーはエースバーン処理するために、絶対取っとかないといけないんで。マジでゴミなんだけど、このポケモン。ザコメが死ねー。あー気持ちいい。マジでもう10年ぐらいこいつに付き合ってたわ。ただ問題なのは相手のエースバーンの攻撃を耐えるかってとこなんですよね。これ結局ダイマが変に一旦残っちゃったから、あー大丈夫かな。ちょっと頼む、もう勝ちたいよ俺は頑張ったんだから。鬼氷のさ、ゴミみたいなさ、運ゲームにさ、おみくじにさ、もう長い間さ付き合ったんだからさ。この試合何分だ今。もう20分ぐらいあったよね。17分だってこの試合始まって。ちょっともう頼むよ。じゃあ選出まで含んで17分だけど、ちょっと頼む。大丈夫、耐えて、お願い耐えて。勝ったよかった、甘えたな鬼氷よ。対戦ありがとうございました。ガラルあれですね、あの本当ヤドキングがぐちゃぐちゃにしてくれたわ試合を。あぶねー。ということで対戦ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いします。お毎日のねポケモン動画出しておりますので、ぜひよろしく。あとコメントもよろしくお願いします。じゃあ